スレンダートーンのシステムアブには腹筋運動に必要なものが全て揃っています。これから本体及び付属品の設定・使用方法をご説明します。箱の中にはウエストに使用するアブベルト、再充電式コントローラー、電源、ジェルパッド一式、携帯用ポーチ、マニュアル、クイックスタートガイドが入っています。まず充電器のプラグをコンセントに差し込み、コントローラーとつなげて充電を開始します。完全に充電されるまでにはおよそ3時間ほどかかります。充電が終わったら充電器を外します。完全に充電した場合、およそ12から15回コントローラーを使用できます。次にジェルパッドをパックから取り出し、模様のある面の青色のフィルムを剥がします。このフィルムは必要ないので捨てて構いません。ベルトには側面のパッドが腹斜筋の真上に来るよう印がつけられているので、ご自身の体型に最も適した印に合わせ、模様がある面が下になるようジェルパッドを置きます。模様がない面が肌に触れ、電極が完全に隠れていないと効果は得られません。ジェルパッドを正確な位置に置いたら、今度は模様がない面のフィルムを剥がします。このフィルムは使用後に戻す必要があるので、捨てずに取っておきます。ウエスト周りにベルトをしっかり着用します。中央のジェルパッドがへその真上に来るよう装着し、コントローラーをベルトに接続します。初めてのご使用時はプログラム1からすぐに始められます。強度レベルを上げるか、ご希望のプログラムを選択し、プログラムをスタートします。コントローラーには右側と左側の2つの強度コントローラーがあります。左右の強度は同じでなくても構いませんが、効果を最大限にするには左右の強度の差を10以下にする必要があります。中央のパッドは左右の強度の増減に合わせ自動的に刺激を調整します。強度が高いほど刺激と引き締めが強くなっていくので、心地よい引き締めを感じられる程度の強度に設定してください。筋肉が鍛えられてきたら、使うたびに強度を上げ、最大限の効果を確保しましょう。6週間のトレーニングを通して徐々に強度を上げていくと、より高い効果が得られます。恐れず自分の限界にチャレンジしてみましょう。一時停止したいときは電源ボタンを1回押し、再開するにはもう一度電源ボタンを押します。コントローラーのインフォメーションボタンを押すと、現在の平均強度や最高強度記録、これまでのセッション回数などが表示されます。セッションが完了するとコントローラーからピー音がし、自動的に電源が切れるので、フィルムをジェルパッドに戻し、次に使用するまで涼しい場所に保管してください。スレンダートーンに関するより詳しい情報やオンラインチャットでのご相談は、ウェブサイトよりお問い合わせください。